拾い上げた手のぬくもりが今もまだ残るのです。これさえあればとお互い口にして、全てを借り合った、それだけでもう生きてゆけると思ったのです。瞳を飛び出し頬を伝う彼ら、顎の先で大渋滞、まあこの先涙を使うことなど